茨城県龍ケ崎市若島宿を訪ねました。水戸街道の宿場町でした。スタート地点は JR 龍ケ崎駅です。江川の橋に出ました。京和橋です。橋を渡ると風景が一変します。江川は牛久沼から龍ケ崎市を横断して利根川へと至る小さな川です。田んぼの中の農道を進み、種井がありました。種井は湧き水が湧き出ている池です。手足や農具を洗うのに利用していたそうです。根柄道を歩いていきます。金龍寺坂を登り金龍寺へ向かいます。金龍寺です。金龍寺には南北朝の戦いで亡くなった新田義貞のお墓があります。続いて旧街道を歩いて御神宮神社に出ました。郷土力士一力長五郎が奉納した石灯籠だそうです。谷底の森を抜けたどり着いたのはみたらしの池です。さらに森の中を進んでいくと久慈神社がありました。森を抜けて旧街道に戻ってきました。若島宿の入り口に八坂神社があります。根柄道を歩きます。途中種井があって海所坂の入り口に来ました。海所は江戸時代の幕府の見回り役人の立ち寄り所だったそうです。